今、第一陣という話がありましたが、第二陣がまず最高裁で今回。大阪泉南アスベスト訴訟第1陣第2陣については、去る10月9日最高裁判所において国の規制権限の不行使の違法があったことがあったことを認める判決が言い渡されました。本件については今後次の方針によることとし、速やかに対応することといたします。大阪高等裁判所に審理が差し戻された第一陣訴訟の審理の開始を待つことなく、最高裁判所の判決で国の責任が認められた第一陣訴訟、第二陣訴訟の原告の方々と面会し、お詫びをいたします。大阪高等裁判所に審理が差し戻された第一陣訴訟については、審理を担当する裁判体が具体的に決まった段階で、速やかに裁判所に対し、第二陣訴訟の最高裁判所の判決と同等の基準額による損害賠償を、審理が差し戻された28名の原告の方々にお支払いする旨の和解を申し入れることといたします。併せて裁判所に対しては、早期の審理の開始について要請することといたします。第一陣訴訟、第二陣訴訟で国の責任が認められた原告の方々と、同様の状況にあった石綿工場の元労働者の方々についても、第一陣訴訟、第二陣訴訟の最高裁判所の判決に照らして、訴訟上の和解の道を探ることといたします。今回、国の責任が認められたのと同じケースについては、今回のこの第一陣、第二陣との外であっても裁判をやっているのもあります。そしてまた、同じ立場でありながら、裁判に要するに原告になっておられない方々がおられますから、その方にはご提起をいただいて、提訴していただいて、そして和解の話し合いをできればということであります。今、私どもとして、真摯に向かい合わなきゃいけないのは、規制行政において不作為があった、このことについて裁判の最高裁の最終結論を重く受け止めて、これについてきちっとした対応をしていくということが一番大事であって、そのことをやろうということが、この今日の談話でございます。